子様ももっと持ってくださいよ。あの子の不始末なんだから私関係ないよ。手伝ってるだけありがたいと思ってくれなきゃ。ほらもっと持ってきなさい。あんたらのせいで大迷惑だったんだから。怖い。知らせが遅れて申し訳ないね。私たちなりに幻想郷の未来を思ってのことなのよ。早まってる態度地底の妖怪を招待していただいてありがとうございます。ああ、こういうのは人数が多い方がいいんだし。悪いのは悟り様、あたいらは悪くないですよね。あんたらが言うな。ま、温泉も湧いたし結果オーライだよな。後でまた入りに行こうよ。カッパってお湯でもいいのね。月に館の連中も到着か。何やってるの。ああ、天狗がさっき号外のバックナンバーを持ってきてな。清く正しい社名丸です。どうぞ、今日の号外ですよ。あら、どうも。いつも助かってるわ。いやー、それほどでも。窓拭きとか、うんうん、靴を濡らした時とか。そうでしょ、そうでしょ。焼き芋とかに便利だよな。ちゃんと読んでくれてますよね。プランは今日は留守番か。お目覚めにならなかったのでメイリンに留守番させてますし、おやつも用意してありますから。うんうんうん、勉強になりますね。おや、懐かしいわね。私たちが幻想郷に来て間もない頃ですね。赤い霧の時のね。あれはびっくりしたよね。結局私の活躍は乗らないんだから腹が立つよな。レイムさんとあなたじゃネームバリューが違いますからね。発行部数が全然。うわっ、おい天狗、こっち来いよ。私らの酒が飲めないとは言わないよな。うわ、いやいや、そんなこと言うわけないじゃないですか。ぜひその時の話を聞かせていただけませんか。私も巫女として異変解決の勉強をしなさいとかな子様と諏訪子様が。あなたレイムに退治されたばっかりでしょ。はい。あ、なんだ、便所か。あ、ちょっと。モリア神社はどっちかっていうと異変を起こす側だよね。わかってるのよ。出てきなさい。さすが白霊の巫女、いたのよくわかったわね。
ずっと覗いてたでしょ。気になって落ち着いて飲みはしないわ。気になるなら普通に現れて一緒に飲めばいいのよ。いやよ。は？なんで悟り妖怪まで来てるのよ。何？心を読まれてまずいことでもあるわけ？あなたこそ守屋の巫女に話してあげればいいじゃない。住んだ異変の話なんか忘れちゃったわ。だいたいあの異変も元はといえばゆかりが。逃げた。まあでもあの日のことは考えてみればいくつか腑に落ちないところがありますね。妹様のこととかマリサが来るのが早すぎた。マリサは泥棒に来ただけでしょ。だからそれは誤解だぜ。いい機会ね。霊夢がいなくなってつまんないところだし。よし、それじゃああの事件の全てを聞かせてやろう。ホラ話は禁止よ。わかってるって。マリサの知らないところは私たちの方で話しましょう。そう、あれは夏の暑い暑い日。チルノちゃん、もうやめようよ。情けぬよ。震え上がるがいい。あたいの真の力に。あっしけー。はぁ、夏はこれに限るぜ。ちょっと、何遊んでるんですか。あれですよ、あれ。湖畔に現れた謎の幽霊屋敷。ほう、ガセじゃなかったんだな。またえらく豪勢な建物じゃないか。門番の妖怪には取材拒否されましてね。潜入取材を試みたのですが、敷地内をいくら飛んでも館にたどり着けなかったり、ようやく館の中に入ったと思ったら外だったりと怪現象続発なんですよ。そこまでして隠さなければいけないものって何なんでしょうかね。それは一体どれほどの価値のある宝なのか。うん、私は記事さえ書ければいいんですけどね。ちょい覗いてみるか。うん、逃げようと思っても無駄だぞ。お気をつけて。降参すればいいの。なんだ、門番なんていないじゃないか。どうやらあたいに恐れをなしたよね。危ないよ、チルノちゃん。チルノちゃん。普通に入れるし、やっぱガセネタか。まあいいや、宝があればいただくし、妖怪が向かってきたら退治するだけだぜ。確かにお化け屋敷って風情だが。私は霧雨マリサ、探検家だ。あなた、人間？昨夜以外で見るのは初めてだわ。私はフランドール、ここにずっと閉じ込められてるの。ほう。
くれる人はいないし、おもちゃはすぐに壊れちゃうし。私、アリサで遊ぶ！よし、相手になるぜ。幻想郷こそ我が約束の地。人よ、妖怪よ、お前たちの運命は我が手のひらの上にある。夜を滑る我が力にひれ伏すがいい。レミーから言われてるでしょ。今はみんな忙しいの。おい魔法使い、あの空は何だ。お前らの仕業か。そうよ、あの霧で幻想郷は常しえの闇に閉ざされ、この高魔館の主レミリア・スカーレットのものとなる。さあ見逃してあげるからとっとと帰りなさい。私たちは巫女の相手で忙しくなるし、人間は私たちのしもべとなるのだから、むやみに取って食ったりはしない。恐怖のあまりおかしくなっちゃったのでしょうか。人間をなめるのも大概にしろ。妖怪退治は巫女の先輩特許じゃないし、人間だって魔法が使えるんだぜ。この私、霧雨マリサがお前らを退治してやる。あれ、さすがは幻想郷ね。子供がちょいとかじった程度の魔法でこの私をどうにかできると思うなんて、まったく大した幻想だね。何？人間、私が本物の魔法を見せてあげる。お前の一生よりはるかに長い研究の先にある世界をね。メイドの土産話にでもするといいわ。鮮やかな思い出が胸を
してゆく部屋は冷たくて少し広くなりやがて空間にも馴染んで一人静か黄色の記憶も不意に美しい思い出になる濡れた床も赤く乾いてく日々に時の流れは非常だと泣き直せ醜さ忘れいつか感謝と